カイル・ダニエル・クリックは、アメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス参加所属。愛称はクリッキー。2011年の MLB ドラフト一巡滅追保で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで、プロデビュー。7試合に登板して1勝0敗。 防御率6.43、8奪三振を記録した。2012年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレイし、23試合に登板して7勝6敗、防御率2.51、128奪三振を記録した。2013年は A 級サンノゼジャイアンツでプレイし、14試合に先発登板して3勝1敗、防御率1.57。 95奪三振を記録した。この年は、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2014年は、AQ リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、23試合に、登板して6勝7敗、防御率3.79、111奪三振を記録した。 2015年も A 久リッチモンドでプレーし、36試合に登板して3勝4敗、防御率3.29、73奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年も A 久リッチモンドでプレーし、23試合に先発登板して4勝11敗、防御率5.04。 86奪三振を記録した。2017年はトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで開幕を迎え、6月22日にメジャー初昇格を果たした。同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは30試合に登板して、防御率3.06、28奪三振を記録した。2018年1月15日に、 アンドリュー・マカッチェン及び金セントのトレードで、ブライアン・レーノルズと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2019年7月30日のシンシナ・ティレッツ戦で9回に発生した乱闘の際に不適切な行動を取ったとして8月1日に MLB より3試合の出場停止と罰金の処分を受けた。9月10日にはフェリペ・バスキスとクラブハウスで喧嘩をしてしまった。 その結果、指は骨折し、剣の手術をせざるを得なくなってしまった。シーズンでは、52登板で、防御率4.96だった。2021年7月19日に、ディロン・ピーターズの加入により、ディエフェとなり、24日に自由契約となった。2021年7月29日に、シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。 平均95.4マイルパーアワーのフォーシームにカッター、スライダーを交える。ありがとうございます。